小島先生が性システム研究会の治療法に共感するのは大きな理由がありました。長女がちょっと病気になりまして、多発性硬化症っていう難治難病で原因不明の病気なんですけど、脳と脊髄の神経細胞が壊れていく病気なんですね。で、だんだんこう手足が動かなくなって、その時は左手以外は一切動かない状態で入院をするという。多発性硬化症の基本的な治療法はステロイドの大量投与です。しかしそれで必ず良くなるわけではなく、ステロイドには副作用があります。娘さんは一時言葉も出にくくなり、食事は流動食、排泄も思うようにできない状態になってしまいました。小島先生は対症療法のステロイド治療ではなく原因除去療法に取り組みました。治療はまず両外の支持骨である仙骨の調整を行うことになりました。治療後、目覚ましい効果が現れました。寝返りさえ打てなかったのに、上半身は自分で起き上がることができるようになったのです。これ今まで入れたかった今股関節も動いてますからね。伊藤先生が、その時確か仙骨一箇所ですね、調整したんですね。で、そのまま家に帰ってきて、その晩から足が動くんですよ。びっくりしましてね、こんなことがあるんだと思って。先生は本当に、なんとかな、やってくださっただけで、翌日に、一人でこう、潜って、起きたんで、本当にその時はびっくりして、こんなことがどうかなと思って。その後も治療は続けられ、2010年1月には自分の力で立ち上がることができるようになりました。2011年春、娘さんは再び学校に通えるほどの回復を見せています。小島先生が自宅で支持骨の調整を続けています。腕もかなり動かすことができるようになりました。ここは薬痛くない、これをじゃあ発症当時と違って娘さんの顔に笑いが戻ってきました。やる前よりも楽になりますね。
なんか動きやすいっていうか。原因除去療法の効果を大切な家族で体験した小島先生は、この療法の普及を訴えます。